はい、おはようございます。久々に DIY スタイルのお庭をまたお見せします。雑草が多くてですね、まあ木刈ったりいろいろしてるんですけれども、ツツジとかもういろいろ草に埋もれてしまいましたが、なんとかこのひまわりがいい感じに満開の状態になっております。ちょっとお花はちっちゃいですけれども、ひまわりがすごくいい感じ、いいでしょ、すごいね。さあ、ほらすごいたくさん生えてる。まあちょっともうね、雑草が下草の雑草が多すぎてちょっと大変なんですけども、まあちょっとひまわりがあるのでちょっと枯れないんで、あれですけども、だいぶでもひまわりもちょっとこうしなだれてきた、くたびれてきた感じがしますが、会社の周りにひまわりが満開ですごくいい感じになってます。こんなんはだいぶいいですね。ただもうひまわり植えたことで蜂が多いでっかい蜂がすごい多いんで、うちの会社来るときは皆さん気をつけてください、はい。でもう草刈ったりいろいろこれやってるんですけれども、もう本当に雑草の伸びがすごくてですね、はい、大変です。もう雨も多いんで、この鉢植えをあちこち移したりなんやかんやしながら、今もこっち鉢植えいろいろこっち寄せたりだとかいろいろやってるんですけれども、あ、ハイビスカスがだいぶ涼しくなってきたんで、いい感じになってきましたね。これハイビスカスはちょっと多分暑すぎると花が出ないんで、ちょっと涼しくなってきたので、まあ、お花たちもちょっと元気になってきたかな。でこの辺の多肉さんたちもまあいい感じになってると。お、あ、この多肉紅葉してる、いい感じやな。で、ここもすごいめっちゃ可愛いお花が咲いてると。あ、しまった、鉢割れてるやん。これなんでやろ、鉢が割れてたりとか芽が大きくなったのかな。まあ、こんなんでちょっとだいぶ傷んでるのもありますけれども、涼しくなってきたので、まあ、ええかなと、お花出てくるかなと。ちょっと今さ綺麗にしなきゃいけないですけれども、このアガベさんがめっちゃ立派になってます。このアガベ立派でしょ、こんな大きくなるとは思えへんかった、でずっとこっちが庭上のこんな感じですごいいい感じになってる。あ、こっちも結構なんかほらいい感じかな。でもちょっとやっぱり虫食いとか、ちょっとこれもまたお手入れしなきゃいけないんですけど、この赤いなんやレッドなんたらっていうのもいい感じだし、まあかなりちょっとやっぱ涼しくなると元気になってきましたね、この辺が。これ全部種から育てるやつが密集していいですね。これええな、やっぱ種から育てるとええな、これな。周りがあってビート、この辺がちょっとまだ怖いですけれども、この辺りもちょっとわっさーとなってきて、後ろはこれハーブ関係なんですけれども、雑草っぽいのあれはレモングラスです、で朝顔と夕顔かブルーになったらこんなに生えてますし、ほら、ひまわりもあって、まあもうでももうひまわりも多分もう取らなきゃいけないので、あとこっちの方がちょっと昨日朝顔が伸びすぎて全部切りました。朝顔を半分切ってこんな感じになってますけれども、こっちもちょっと今朝顔を切ったら、あ、かわいいお花が、フライングソーサーですね。フライングソーサー、かなりいい感じですね。こんな感じで、ミントも結構育ってきて、ミントもこの間全然草なかったですけれども、
かなりあまた雑草抜きしないといけないんですけど、ミントもいい感じになってます、はい、こんな感じで、はい、まあまたちょっとこれから涼しくなってきたので、もう少しお庭の整備を力入れてやっていきたいと思います。はい、こんな感じ、うん、ここが綺麗やね、ここが、あ、ほら、こっちがめっちゃ蜂寄るんですよ、花が多いから。で昼間はなんか蝶々もたくさん来ます。あ、かなりなんかいい感じ。以上です。終わります。